通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。なんだって？結構体を犠牲にして探索したんですけど。あれは、ああ鳥ですか。鳥？環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。ビル群の方に目が行きましたけどね、私は。前作とのつながりも気になるし、そうなってくると今度はドラッグ・オン・ドラグーンとのつながりも気になってくるし、いや楽しみですな。まあ多分前作やってなくても楽しめるようになってると思うんですけどね、おそらく。なんかすごい大きいのと戦いそうな場所。この辺りでボスと戦って休憩って感じかな。違うかな。お、宝箱発見。最近のこのこういうゲームの主人公たちはみんな宝箱を足毛にするね。やっぱ手をついてこう開けるって動作はもっさりしちゃうのかな。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。ボスではない。あ、いい眺めですね。背中が。司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。ねえ、ちょっと匂うね、それは。ああ、来ちゃった。ここで最初のゲームオーバーかな。遠距離通信応答なし。倒せばいい。このね、ノコノコにね近づくのがやっぱ怖いんだよね。うん、てい。あー、待て、それはずるい。あ、死んじゃうんじゃないかこれ。ハメ。あ、やっぱ乗れないんだ。本当に死んじゃいそうだね。この上には何をする気だ。あー、まずい。セーフ。ここアンチだったりしない。あ、ダメだった。くそー、 R2 で回避っていうのが全然馴染まない。ロックオンはおしっぱじゃなくていいんだ。了解。お、疲れた。チャンス。あれ片っぽが終わったのかな。あれは目標超大型兵器。そういうことか。超大型兵器ね。もう腕だけで相当やられてたんだけど大丈夫かなこれ。それは想定外の姿だった。
腕とは言ったけど、飛ぶのか。顔までついてるし、でも 2B のタッチ姿かっこいい。くらえい。おー、すごいすごいすごい、激しい球。左右の手手がドン。かっこいい。いいね、アクション相当いいね。ナイスだ。助けてくれるのかな。状況は、これが目標の超大型兵器、破壊する。あ、めっちゃ攻撃してくれてる。よしやった。どうしようと。はい、退避。今の食らっちゃったってこと。赤い火が間に合ってない。どうやって回避するんだろう。ふわーんって。ちょっと待って、タイミングがわからない。お、このタイミングならいいのか。ちょっと早め回避だね。ハッキング開始します。ミサイルを止めた。すげえ。お、再起動。これ避けなくていいの。ブースター。お、大丈夫か。ナインエス。あの高さはまずいだろう。9S 退場。 9S のブラックボックス反応検知、通信応答なし。救助する。了解。どこから行けばいいのかな。あ、まだ動く。こやつね。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。お決まりだね。おとなしくしてるな、このロボット。間違えた。あっち側からなんかあるかな。常に体力が半分を切ってるんですよね。はしごがあったな。はい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 。ちょ。
ここに落ちたよね、この広そうなところにいた。ラインヤス、うわー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、すごいかっこいいポーズしてる。だだだだだだだ、かっこいいポーズからのボコボコ。うわー、わかったわかったわかった、ごめんなさいって。これが上手くなっていくのかね。イエスを助けないと。確かにこの状態ではちょっと。今修復する。ボット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン、それと非推奨。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい、いいから出して。感情はどうたら。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。もう退場なの？終わりなんだ。かっこいいけどさ、物語の後半でこのロボットを乗っ取ったこの 9S が倒すんだね。あ、機敏、動きが機敏ですわ。物騒なこと言ってるね。殺す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 。機械生命体にそんな知性が。あ、喋らないものなんだ本当は。ルビー、敵機体の脆弱性を発見しました。あの顔じゃなくて。今から援護のためにハッキングします。ルビー、敵機体の上腕部のコントロールの上腕部ポットを使って制御を取れるはず。どういうこと？いいから黙って。どういうことだ？詳しく、ごめん、黙っておいてほしいんだけど。し、あ、やべやべ、全然攻撃当たんないから平気かと思っちゃった。上腕部のコントロール、上腕ってここなのかな。お、何？敵機体の上腕部のコントロール脱出完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。あ、これ使ってぶん殴るってこと？おらー、おらー、つえーな、こいつの腕。どっせい。ハッ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 ハすごく強引な戦い方ですね。
ドゥビーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。助けが来た。何何何、あー、こいつがいっぱいいる。メタルクーラーじゃないんだからさ。殺す殺すって言ってる。なかなかうまくはいかないみたいです。うん、これはちょっと無理かもですね。準備はできました。ブラックボックスを真水につけるんだ。ブラックボックスを。分かった。何、自爆的な感じあるな。大丈夫か。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。あー、何をチュートリアルから。そんなチュートリアルかどうかは分からないけど、蘇る体。なんか宇宙船か何かの中にいるんですかね、これは。あれ、ここ、この子の部屋入れない。なんか白黒で殴ってる。おーおーおお。かっこいい。お。作戦は成功でしたね。あれ？敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。ナインエス。今後の、はい。ありがとう。最後に、私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ああ、そういうことなんだ。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。おお。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。なるほどね。こういうのって、あの、結局連続性の問題で、じゃあここにいるのはっていう話になっちゃうよね。ね、あの、ワープとかの話と一緒だよね。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。あ、なるほど。最後のありがとうって言ってたナインエスはもういないってことだね。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。谷間を隠したようにしか。ぎゅー。なんか思うところありそうですね、やっぱり。このゲームでは、メッセージ共有機能にオンライン機能を使用します。え？メッセージ、あ、ダクソ的なのがあるってこと？この先、太陽注意とか。ちょっとオンにしてみましょうか。ね、せっかくだから。こういうのって普通はオフラインでやるもんなんでしょうけど。まあまあ、ちょっとね。なんか、おっとっていう感じだったら、切りましょう。はい、君彦。バンカー。バイタルチェックグリーン、ブラックボックス温度適正、エネルギーなんとかチェック 100%。人類の華やかな歴史に、突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは
月に逃げ延びることになった。西暦5204年衛星機能上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類栄光あれ。なるほどね、歴史の授業でしたね。てか白い人めっちゃ綺麗だったな。あの人も動かしたい。お、喋らなくなっちゃった。メイド設定。右側の模様だけが見えるように調整してください。これは録画画面を見ながらやらないと。こんなもんで。はい。はい、大丈夫です。トゥービーさん、聞こえますか？ああ、なるほどね、ミュートになってたから聞こえなかったんだ。聞こえるように調整お願いします。なんだ、かわいい休め。僕の声が聞こえるように調整お願いします。ほら、 あのもっと喋れ。恥ずかしいので早くしてもらえますか？トゥービーさん、聞こえますか？あ、繰り返しかな。もしもし、これで問題ありませんか？はい、なんか選択肢があるよ。大丈夫。9S の声って何か安心する。どうした？これ選んでみよう。ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。何？ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。自爆？何ですか？ OK です。オンにするけど。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。はい、終了。あ、顔見えた。おはようございます。隠れた。 9S 司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。ほう。そう。心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 何でしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから、ね、一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや、トゥービー。前はあんなに嬉しそうにトゥービーって呼んでたのにね。司令官と話す。あ、ついてくるんだ。これなんだ。所持金、12,110 ゴールド。ハット。HP ゲージが表示される。音声分析、敵情報。あれ？これって前、最初から持ってたんじゃないか。え、テキスト録とかも買わなきゃいけないの？マジか。
オート攻撃。ああ、これはダメなんだ。なんか、イージーも面白そうだね。オートで動いてくれるんだったら。とりあえず、音声分析と、動画的にこのテキストログが欲しいですね。あ、持ってる。これ所持数だよね、多分。1とか。あ、なんだなんだ、よかったよかった。よかった。じゃ、とりあえずこの音声分析買っておこう。よくわかんないけど。はい。イエス。休憩はしません。目的地はこっちか。メールを受信しました。データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。なんかね、字幕がね、微妙にこう音声に遅れてるのが若干気になるな。メールボックス、サーバー管理者テストメール、差出人サーバー管理者、本メールはメールアカウントの確認用メールです。メールシステムに問題がある部隊員は速やかに担当まで連絡をするように。サーバー担当者より。へえ、5000年後もメールっていう言葉は残ってるんですね。5000年後じゃないか、3000年後か。お、ここではさっきの人がいた場所は。ヨルファ部隊員、オペレーターさんが丁寧に説明してくれているのに私全然理解できなくて、先輩の足を引っ張らないか心配です。たまにあるよね。人の言葉がこう、入ってこないというか、っていうか、すごい、みんな目隠してるんだね。あ、このオペレーターさんが喋ってくれてんだね。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。おっと、臭いぞ。てか司令官さん、すごい格好してませんか？あ、寄れない。カメラが寄れない。顔が見えない。ピッチピチですね。その原因究明も兼ねて、現地調査を頼みたい。了解しました。よし、次の任務か。もうちょっとじっくり見ていたいんですけどね。つかみんな顔ちっちゃい。世話焼き。なんか、2ビート似てる。みんな太ももが際どう。なんでこんな格好をしてるんですかね、このヨルハ部隊っていうのは。機械生命には、そういう攻撃が、効くんですかね。今のところ私にしか効いてない気がする。おいおいおい。地上ってことは、飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いから、あんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。バッコンバッコン落ちてましたからね、この前ね。地球、あ、外に見えてるのあれ地球なんだ。この先が格納庫ですね。
行きましょう。